はい、こんにちは。シグ556、ラスで、タリンでね、陳列マッチやってきます。ヘッドショット一発の武器です。最近これにハマってるんでね、もう結構これ、もうランキング、自分のね、武器ランキングキル数4位か5位ぐらいにはなってるね。1位 MDR、2位 CZ805、3位、なんだっけ、M4 かな。で、4位にこれかな。さあ、頭。あれ、人がそんなにいない。あっと、危ない。振り向きヘッドショットして、左から降りていく。で、相手の陣地に詰めていって、さあ、後ろから。え、これ?うっそ、今のは頭出せない。ちょっとね、問題ですね。あ、556。カーボンにやられちゃう。さあ、正面から入っていくが、おっと、ひどすぎる。これで倒せんのか。ちょっとね、今日、まだそんなにやってないんで、さあ、頭抜いていく。ここはバレている。よし。ジャンプ。オフのやつ。おお、マジか。ちょっとまだな、鳴らしてないんでね。雑なんですけど。おお、固まった。これ嫌だな、ほんとに。おお、びっくりした。後ろ。さあ、二人。もう突っ込んでこうかな。あ、ダメか。なんか俺立ったまんま死んでるし。さあ、どう攻めるか。まあ、真ん中ね。真ん中はいつも通り熱いんだよね。まあ、右行くかな。おっと、危ない。頭抜いて。やっぱ強い。近距離強い。まあ、遠距離も強いんだけど、近距離も強いですか。あー、うっそ。そっちバレてたか。今、目の前のやつ素通りしてたから、絶対いけたんだけどね。よし、頭抜いていく。左入って。おー、もう一人いた。スカイ1使ってる人多いよね。なんか、何気に人気だな、あのヘビー。あ、無理。あの距離はもうやめよう。よし。いた。もう一人。あ、これいけない。これダメで頭抜かなきゃ。今の勝てるやつだよ。真ん中ちょっと見ておく。よし。まだいる。すぐ横に赤点がある。カバーする。もう一人。よし。最後から。おお、ジャンプして撃ってきた。HK417。めっちゃしゃがんでたよね、あの人。つか、HK417 なのになんで416がないんだ。出してほしいんだけど。M4 出ちゃったからな。おっと、危ない。とっさの時のこの威力。あ、今のは良くないな。しゃがんじゃいけないんだよね。いや、絶対にやる。よし。あ、危ねえ。あ、ここ。何気にね、この場所ずるいんだよね、ちょっと。さあ、来い。そう、強いんだよ。ははは。おっと。ちょっと雑になってきたな。
数いる時の課題ですね。まあ、こんな感じでちょっとずつねやってきゃいいんだけど、まあ、こういう地域が重い銃はいっぺんに多数相手にするときにどういう打ち方するかなんだよな。 MDR だとフルオートとかでやっちゃうんだけど、最近ねようやくちょっとずつ慣れてきたんだよね、この、まあ、ヘッドショット一発系の銃。前はもう全然ダメだったんで、当てれないし、フルオートって、まあ、元がね、サブマシンガンとか使ってた人なんでね、フルオート癖が抜けなくてね、まあ、ようやくタップ打ちするようになったっていう感じですね。頭だけ見えてる、あえて、ここから。で、頭打つ。もう一人。無理か。いけない。一回戻って、リロード挟んで。弾入れるけど、左回って。おーっと、タイプ95。また珍しい銃をお使いのようで。さあ、残り終盤ではないのか。ここも200か。反動がひどいんでね、一回。負けちゃう。これ負けちゃうな。おっと、結構詰められてるな。なぜだ。なぜ詰められている。突っ込んじゃうんだよね、どうしてもね。結構ここにいる人たち、じっくり。おっと、あ、強い。あの人強い。さっきから俺のことをいじめてるあの人、強いっす。あー、マジかったー。今日結構周りにね、強い人がいて、全然トップ取れないっすよね。おっと、びっくりしたー。いいね、頭一発。AK12 使って、私の頭を一発で抜いてくれる。あいつを倒したい。どこだ？こいつじゃない。最近ちょっとずつなんかスコアみたいなのあるじゃないですか。K のヒルと S の比率、あれがだんだん下がってきたんですよね。だんだんなんか周りも強くなってきて、すごいね、なんかやりがいのある感じになってきたんでね。もう結果的に私のスコアも下がってきてはいるんだけど、だいぶなんかいいですね。楽しくて。なんか一方的な試合にはなんないんでね、結構ギリギリな感じで勝つとね、楽しいんですよ。さあ、出てこい。よーし、一人やった。上出来。このライフで一人やれば上出来かな。さあ、残り3キル。出てこい。出てこないね。お、あー、これで負ける。嘘でしょ、ここ、とどめさせて終わるとこなんじゃないの。はあ、そんな感じですね。さて。スコア、いや、スコア1取れてない気がするな。どうでしょうか。ああ、ギリギリ、ギリギリ2位になってしまった。